軽いです。するか。2015年モデル。超片落ちのエコー。うん、TI。なんと、チタンシャフトです、BB は。え、どこ？ここの中見えないんだけど。おぉ。で、旧式、旧式でもないんだけど、多分同じ年代に出とったのが GU の。うん、こうやって比べてみたら、やっぱパイプの形状が違っとって、もう明らかにこれ細いよね。大丈夫なんかいうぐらい細いんだけど。そう。その分、軽いし、うんのうん、これ2015年ぐらいで似たような形状だったんで、まるまる移植しました。なんか明らかに細いよね。だけ、うん、めちゃめちゃ細い。もうめっちゃしなります。こんな感じの。いや、トラには分からんかもしれんけど、ここがここのちょっと形状がこうか、こうすりゃ分かるか。パイプの太さが全然違っとって、うん、で、ちょっとこれが。ちょっと BB が高いのはいいんじゃけど、うん、まあ、ちょっと年取ってしんどくなってきたんで普通のノーマルなあれに乗ってみようかな。で、安かったし3万9000円だったんで、うん、で、新しく今自転車を買うともう30万は優に超えるんで、うん、円高じゃない、円安か、まああるもんで、うんうん、最近の自転車すごい硬いんよ、カチカチない。でこれやおやお、これやおすぎるだろっていうぐらい極端にやお。一応行ったんで、まあでも自然の地形とかね、なんか、うん、いかに楽して走るかってなると、うん、柔らかい方が乗りやすいです。うん、まあ、なんていうの、力半分でいいっていうか、その体に優しいです。腰に優しいんで、で BB の位置もだいぶ下がったんで、俺がだいぶ。ウイジャンで踏んだ時にパーかけた時によれてからビームが当たるて、そこ、ここのブレーキングの上にあ、ほら踏み込んでる、あ、シューが当たる、うん、あ、そんな音な、ブレーキかけてないな、踏んだ時によれてからブレーキシューが当たる。ここは上げていくときに振り込んだら、ほらめっちゃよれる、まあ、よれるってこう、うん、なんていうんだろう、こうダニ取りとかね、すごいダニエルの飛びとかこう踏んだら踏んだ分フレームがプルンと入って着地の統一も緩いし、ちょっと癖あるけど、うんうん、最近のあれがいけんのんじゃけどね、んよれるようじゃ、あいや、もう触ってもわかるわ、うん、やっぱね、ここが丸いパイプなんよ、うん、あっちはなんか潰したようなパイプだけど、うん、やっぱここはよれよりよれるっていうか、その、うん、ねじれるっていうか、こう、うん、外れなさそうなんだから本当に小町ぐらいよね、うん、ね、細いよね、なんか頼りない細さよね、うんうん、で、ここ普通なんかここにね、こうやって補強がこうあるじゃん、ほんまじゃん、こうそうじゃね、うん、なんらかのなんもないけ、ほんまじゃ、なんかね、こうなんかここがよれよるような、あ、踏んだ時にね、新品なの、うん、チームのマチャイの方が太いかもしれない、うん、太いよね、うん、まあ、てな感じで、まあ、ちょっと急遽、うんうん、エコー TI 2018年前のモデル、2015年モデル、まともに26インチでハウトゥー作ってないけ、うん、そうやってみるよ、
そっか、そうだ、26インチバージョンの、うんうん、あのフロントアップについて30分ぐらい語りたいと思います今からいやいやいやびっくりした。また今度、うんうん、要望があれば。いや、これが普通のスタンダードな26インチなの、うん、これが変態すぎるのこれが変態、超アップ BB の変態マシンだったけ、うん、なかなかみんな車入るの、そうや、車はいつも同じ同じ、あの前タイヤ外してましたけど、大丈夫か、うん、なんか大きくなったりがする、長くなった、長くなったあのこのうんうん、これに比べたら、うん、なんか、うん、5、6センチ長くなったと思う、うんまあ、だけどね、うん、なんかヘッドも寝たような気がする。これヘッドが立っとるよね、うん、ヘッドが寝たようなけど、あんまり変わり乗り味変わらん、うん、ここのヘッドの角度がね、これ立っとるよね。もう分からんじゃろうけど、違う、これあのジオメトリ合わせてみると分からんけど、うん、ヘッドは寝たんで、うんまあ、その分キレもマイルドになって、これがあまりにもピーキーすぎたんで、これはこれでいいんじゃけど、気に入っとるんだけど、安くて普通のノーマルな感じでちょっと VB 走行してみたい。普通にリア周りがよれるっていうだけで普通に乗りやすいけど、そうだね、軽くなったらね、軽い軽い、軽かった、うん、BB が下になっただけで全然違う。大きくなったけど重たくなるかなと思った、うん、いや軽い軽い、ね、軽いってことは折れるってことだけどまあいいな、うん、頼りないよね、うん、ここもなんか細いよね、細いこっちの方が絶対太い、うん、太めっちゃ頑丈だ、めっちゃプルンプルンになる、うん、これの補強の仕方もなんかちょっと違うし、あ、まあ、あ、逆だった、もう時代に逆行して超激ヤオふにゃふにゃ自転車、ふにゃふにゃって言ってもね、別にまあまあまあ、うん、ただ軽くなった、マジで BB がチタンになったら激、うん、まあまあこれ自体がね重い見た目もなんか重たい、重いっていうかこれが軽すぎるの、 TI が、まあ、だけどいい、うんうん、ニューマシンになりましたよっていう、はい、汗だくになってお前よいやでも振り回しが結構軽い、うん、これどこ開けるの、フレーム、激安フレームをちょっと試したいと思います、はい、2015年モデルということで8年前の、エコーの TI なんですけど、まあちょっとおすすめしたくてももう売り切れちゃったっていうか、多分ラスト1本だったと思うんよ、うん、なんか梱包されとるあのプチプチの包装みたいな、結構基盤取ったけ、結構古いの在庫にあったんだなと思って、で今測ったら 8.3 キロだったけ、結構軽い、8.3 キロって結構軽い部類に入るの、うん、で、まあちょっと今組み立てなんじゃけど、うん、ちょっとどんなもんか走ってみたいと思います、はい、
りましょうが、いろいろ。まあ乾燥は乗りやすいです。まあ今までちょっとヘンチクリーンな26インチ乗っとったんで、まあこれがスタンダードな、エコーのこのジオメトリが多分スタンダードな26インチだと思うんです。そこまで BB 高くないし、で乗りやすいし柔らかいし、でこの辺のブレーキブースターさえ、ブレーキさえカチッと引けば結構まあ飛んだり跳ねたりも楽で、これ測ったら 今砂がついとって測って 8.3 キロってことは、乾いとったら 8.1 とかだと思うよ。結構カーボンに匹敵するぐらい軽いと思うよ。まあまあフロントハンドルカーボンだけど、フレームがアルミにしちゃパーツ点数が少ないんで、新しいやつってこの辺がディレラーがついとったり、あの2ピースクランクみたいな結構ごっついやつ使っとるんで、総じてそんなに変わらないっていうか、まあ、ここまで軽くする必要もないんですけど、たまたま移植したら軽くなっちゃったっていうだけで、うん、でもやっぱ軽いと、まあ、最初チタンシャフトっていうか、ここの BB がね、あの鉄じゃなくてチタンなんよ。まあ、このマスの中心を軽くしてもあんまり意味ないだろうと思いよったけど、うん、いや全然違う。チタンシャフトめっちゃ軽い、乗り味が、あの重量もやけど、やっぱここに鉄の棒が入ってるのとチタンの棒が入ってるのじゃ結構ごっついシャフトなんよ。あっこがチタンになっとるだけでだいぶ取り回しが軽いです。あのここチタンにしても意味ねえなって思う。あの真ん中だしね、自転車の真ん中だけ、ここをあんまり軽くしても取り回しはそんな関係ないだろうって思ったけど、結構あのあか軽いって思います。でまあ前の GU も良かったんだけど、まああれは特別20インチみたいに乗りたかったけ、あのああいう仕様にしてから、実際問題20インチとあの行けるラインが一緒っていうか、あの26インチのメリットを生かせれないっていうか、うん、どうしてもここがすごい狭かったじゃん、ここがね20インチよりもタイヤ幅、こことここの間隔が狭かったもんだけ、あのこういう高い位置のフロントが高い位置でのアクションとかしづらかったんだけど、これ多分自然の山行ったら前より走れるんじゃないかなと思う。20インチで走るも26インチで走るも変わらん、大差なかったじゃん、うん、だけどこれはちゃんと26インチの特性を生かして走れると思うんで、まあ、今週の日曜行けたら、天気が良かったら行って走って遊びたいと思うんで、はい、これはトライオールのコラムが折れるで有名なフロントフォークなんや、みんなここの、ここがポッキリ折れるっていう、あの折れることで有名なトライオールです、うん、まあこれもあのここまであのアルミの芯が入ってるんで、コラムが折れることはないです。ちょうどこの指の長さぐらいのコラムの後から入れる、挿入する補強が入ってるんで、ここは多分折れない。折れるとしたら根元が折れるか。でちょっとここにスペーサー入れてますっていうのも、なんかこの相性があってから、あんまり目いっぱい閉めてもここは隙間が空くんよ。あのこれはロックマンのクランクなんで、ロックマンのクランクとこのシャフトの相性があって、閉めてもここが、ここスペーサーが入っとるんだけど、動いちゃうんでスペーサーが、だけどスペーサーかましてからきっちり、このスペーサーをきっちり隙間詰めとかんと、あのベアリングが圧入式なんで、隙間があるとベアリングが外に出てくるんで、近寄ったら、だって隙間なくきっちり、こっちは、まあ、こっちも1枚スペーサーかましてしっかり締めてます。でまあこれが昔のモンティのこの、なんていうんかな、これブースターか。昔のモンティはこっちの裏側にこうつける
つけよったんや。ここに裏に、ここにネジがあってからね。こっち側にネジ穴があってから、裏側にこうつけよったんだけど。裏側につけるやつを表につけて。ここにネジ穴切ってたら、こっち側にも一個つけてもいいかもね。裏側に。でも、意味ある？あるある。これがね、ブレーキかけたらこう広がるんや。で、どうしてもここが広がっとったら、どうしてもこのブレーキがこう広がろうとするけ、ここの、クランプに穴開けてからネジ切って、ここにつけてやるとだいぶカチッとします。で、そうだね。まあ、チェーンテンショナーはここに芋ネジが入っとって、ここの芋ネジで押さえとるんだけど、この押さえをしっかりこう当てとかんと、緩かったらよれます。しっかり当てて、軽くちょっとグッと押しとったら、まあよれが、ウィジャンするときとかでも、ちょっとバッテリーがそろそろ。ここの線から向こうの線。まあ、いい感じです。はい、これ最後の GU 最後の練習ですね。実質まあちょっととある場所でとある少年と練習しょるんだけど、とある、うん、まあユーマなんじゃけど、まあちょっとね、もうJ シリーズとか全日本になったら小学生クラスでも突き出しをしないといけないっていうことで、まあちょっと最近難易度がすごい上がって、まあここでねパッと突き出すんだけど、なんでできないかっていうのをいろいろ話をしょったんだけど、これね、突き出しっていうか、こういう引っ掛けた時の突き出しっていうのは完全にパワーライドなんよね。で、フロントタイヤをいかにこう潰してその反発を使うかなんだけど、まあユーマはクッと下にね圧をかけるんだけど、厳密に言ったらね、こうフロントを引っ掛けていっとる場合は真下に圧をかけるんじゃなくて、ちょっとバックさせるような感じでから、リアタイヤじゃない、フロントタイヤを潰すわけない、ちょっと斜めバックするような感じに引っ張って、そのまま開放してやったら斜め上に車輪が飛ぶんじゃけど、見よってよこれ、一見して同じようにクッとタイヤを潰しとるようには見えるんだけど、本当一瞬じゃけね、ちょっとこの一瞬のニュアンスを伝えるのは難しいんだけど、ここでグッと押さえるじゃん、その時に、フロントタイヤは下に潰れるんじゃなくて、自分側に潰すんよね。だけどそれがちょっと俺も説明不足だったんだけど、頑張れ、ちょっとしたことなんだけど、ただその腕力がね、まだ、まあ、5年生なんじゃけど、完全に瞬発力ないね。で俺の場合はしっかりかぶさってからね、グッと懸垂するような、一瞬懸垂するような力を入れとるわけない。それがユーマはその、足しかグッと押さえれてないっていうか、本当は腕でもって自分に引きつける、懸垂する時の途中みたいな力の入れ方なんじゃけど、ちょっと俺もこの時の説明の仕方悪かったなと反省しとるんだけど、この時は何て言ったん？いや、要するにフロントフォークをひわらすように圧かけておるんじゃけど、
前タイヤと後ろタイヤがあって、うんうん、それが前後にこう下に荷重かけたらぐわっとフォークがひわるような感じになる。でその後にバンザイするんだってから説明しておるんだけど、うん、で上に飛べって言おるんだけど、本当は上に飛ぶのはもちろんそうなんだけど、上に飛ぶ前に前輪を斜め後ろに押し付けてやるんよね。あのフロントが接地面があるじゃん、あそこの接地面に斜め後ろじゃん、あの シャフトからしてみたら真下じゃないわけじゃん。じゃあ時計で言ったら7時8時ぐらいの位置、7時8時ぐらいの位置をグッと潰せばいいんだけど、ユーマの場合は6時の位置を潰しようと、分かる圧の書き方が、7時8時の位置にグッと自分に引きつけるような感じで潰せばいいんじゃけど、ユーマはあの6時の位置に真下にこう潰しおるって前に行かんないよね。ちょっと俺もこうやって動画見返してみてから何が悪いんかなって思ったら、まあその抑え込む姿勢が悪いっていうのもあるけど、そもそも力のその一瞬の力のかけ方が伝えてんかったなと思って、まあこの動画をここで説明しとるけど、後方に圧をかけてそのまま解放したらフロントタイヤ前に飛んでいくけ、あとはそれを邪魔せんように、自分が罰銃してやるだけなんじゃけどね、まあ難しいよね。ただこういう技をせにゃもう、あれらしいよ、 J シリーズとか、クリアできる感じなのか。だけ小学校5年生必須テクニックらしくてから、まあ、そう考えたら年上の虎次郎がもう出れないなっていうような、全くできんじゃんこういうことは、もうもはや小学生にして夢絶たれるっていうか、もう絶望的じゃなって思って、まあ、あまりにもまあまあその教会自体が、あの何のためにあるかって言ったら、日本人を海外に派遣するためにある教会じゃけ、あのどっちかっつったら海外に出るために立ち上がった教会じゃけ、海外に行く気がある人を主軸っていうか、その人がたちがその生かせるっていうか役に立つように、で俺らみたいな底辺にはもう絶望的な設定に なっていくんだろうなって思うよね。だけどそのスペインとの差が今回分かったじゃん、で選手も日本国内はレベルが低いって言っとるわけで、だったらもう次からとんでもないスペインよりもとんでもないセクションにするんだろうなっていうのがなんか容易に想像できるし、この前出たあそこの岡山とかでも完全なこんな小学生でもめちゃくちゃで、あれだなと思って、みんな表彰台小学生おじさん連中が遊べるあれじゃないなと思って、どうしてもそのまあしょうがないんだけどね、何のためにやるかって言われたら別に普及させるためにやっとるわけじゃないけ、世界選手権で勝つためにやっとるけ、まあまあそうなると、まあそうなると庶民はまあ見て楽しむっていうか参加するもんじゃないなっていうような、ちょっともう世界が違うなって思ったんじゃけど、前はねなんかオープンクラスとかなんかそのビギナークラスとかあったんじゃけど、もうないの、一応チャレンジクラスあるけど、で J シリーズもその年齢を幅広く取ってあるけど、なかなか厳しいもんがあるよね、終わってしまった重大なお知らせです。今年の9月17日日曜日にトラシリーズ
広島大会が行われます。時刻は午前6時です。ぜひ来てください。ご視聴ありがとうございました。9月17日トラシリーズでお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。